紳士ぶっているんですね。いいの？ここにいれば大きなチャンスがあるかもしれないわよ。私、エプロン持ってるよ。ワイシャツやめてこっちにしたら。家で洗濯してるところをお母さんに見つかって微妙な空気になったら面白いね。私がコインランドリーに持っていくわ。最近、学園や街中でよく樹先輩とお話をする。縁って不思議だなって思う。だってほんのちょっと前までは見かけすらしなかったんだから。同じ学園にいて3ヶ月も経っているっていうのに一度もだ。あの日別々に進学の時、きっと、そしてまた出会ってからはよく会うようになった。それこそまた縁ができたのかもしれない。幼馴染としての縁が復活したのかな。